はい、セーターですね。セーター、素材の方ですね。はい、素材が、毛が90でアクリルが、10% のトンボですね。はい、この肩口ですね。はい、結構大変なことになってますが、ヘアカラーですね。ヘアカラーをつけられたということです。はい、それではまあ結構大変そうだなと思います。やってみようか。まあね、本当に小さなヘアカラーの場合はね、本当に小さなシミでも結構ね大変な作業になってきますんで、まあ、ここまでね、弱範囲が広いとね結構手間がかかりそうです。で基本的にはね、基本的にっていうか、まあ、当たり前の話なんですけど、まあ、毛を染めるのがヘアカラーなんでね、毛染めなんで、それに対してね、毛 90% の、セーターですね、ものすごく、染み抜きにの、する側からすればね、相性が悪いです。簡単に取れてはいけないのが、まあ、そもそも毛染めなんでね。ですので、シミもね、取れにくいということになりますね。まあ、それでもなんとかね、ここまではまあ薄くなってきてますので、
まあ、素材の耐久性を考えるとね、ここから先はちょっと、難しい商品になってきますので、はい、まあ、今の段階ではね、まあ、ここまでは取れるということですね。はい、ここから先、まあ、もう少しやれそうなので続けてやっていきたいと思います。